圧の上昇を感知。気をつけてください。何？これって湿地帯に現れた化け物かよ。上位3属性の発動も確認しました。迷ってる暇はない。迎撃するぞ。アイサ。了解よ。デカブツだ、気抜くなよ。分かった。タン行くぞ。任せろ。行くぞ。俺の番だな。私の番だ。俺の番だ。え、私の番。そこなんとかなったわね。ちっ、なんでこんな場所に幻獣が現れやがったんだ。わかりません。ですがこの霊圧の高まりと関係していると思います。それと総員と同じく鐘の音も関係しているのかもしれないわね。そんな場所にキーヤとアリオスさんは。とにかく中に入るぞ。はい。プレロマソウ、イッシーの花壇が。沼地に現れた。打ちのめすぞ。大型の霊死体を確認。厳重です。わかった。今のは私の番です。行きます。ガンガン行くぞ。任せてくれ。任せろ。そこです。これがみんなの勝利ですね。前にこの場所で結社のカンパネルラと遭遇したけど、考えてみればキーヤもちょうどこの先で。本当に何があるのかしら。考えても仕方ねえ。行ってみるしかねえだろう。行きましょう。単なるテーマパークのモニュメントかと思ったが、明らかに霊圧はこの城から高まっています。それもおそらく最上階から。確かこの城は彼女の提案で建造されたと聞いたことがあるけど、でもまさか。とにかく中に入ろう。運が良ければ最上階まで。急降山の番のつもりかよ。戦闘準備、全力で撃破する。ああ
厳重出現、全力で行くぞ。了解です。行くぜ。行きます。えい。さてと、はい、行くぞ。任せてくれ。私の番号。任せろ。任せて。守りたいこのクロスベル。クラフトゲルドです。やったわ。この光はどうやら霊力の粒子が上に登っているみたいですね。正面の入り口が、ああ塞がってやがるな。代わりに左右に入り口が現れてやがる。何度か来たことがあったけど、あんな仕掛けがあったなんて。これも彼女の仕業。奥の方から奇妙な可動音も聞こえます。進むのなら警戒は必要かと。とにかく何としても最上階にたどり着くしかない。アリオスさんを問い詰め、キーヤを取り戻すためにも。やった！行くぞ！やった！ここだ！よっしゃ、一気にボコるぞ！よし、上出来だ。お疲れ様。
ごめんなさい、先に行くわね。止められない。やっと着いたか。
ああ、最上階だ。でも、キーヤちゃんもアリオスさんもいないみたいだけど。前に訪れた時には気づきませんでしたが、あの光っている大鏡の奥に隠された空間があるようです。本当か？はい、かなりの霊力が渦巻くよう流れています。おそらくそこが終点かと。そう、どうやらなんとか追いつけたみてえだな。ああ、みんな装備の確認を。絶対にキーヤを取り戻すぞ。ええ、はい。合点承知だ。行くぞ、みんな。はい、行くぞ。これで消える。行きます。おっしゃ、私の番です。良いデータが取れました。お疲れ様。どうやらこのまま鏡の中に入れそうだ。キーヤ、今行くぞ。大丈夫だ。おっしゃぜ。データ収集終了しました。
りました。行くぜ。行きます。いた。私の番、そこです。おいおい、どうして。キア、アリオス、ベル、ライド、みんな。ようやく着きましたわね、ベル。どうして、どうしてあなたがそんな場所にいるの。簡単なことですわ。大いなる司法を受け継いだクロイス家の末裔として当然の責務を果たしているだけのこと。大いなる司法。まさかリベールに出現したというオーリオールと同種の。話が早いですわね。遥か昔エイドスが人間に授けたセプトテリオ、そのうちの一つを我が一族は受け継いできたのです。まあ1200年前までですね。わけがわからねえんだ。不幸な出来事によってエイドスの司法は失われたのです。その結果クロイス家の子孫は何としても司法を取り戻すため途方もなく遠大な計画を構想し、このクロスベルの地に巨大な式を構築することになりました。巨大な式。まさか動力ネットを使った不可解で巨大なシステム。ええ、現代の動力技術とクロイス家の錬金術を融合させて生み出された魔導科学、それによってようやく実現できたバカバカしいほど巨大な式ですわ。魔導科学による式。それに錬金術って。そうか、そういうことだったのか。かつて星見の塔を建造し教団に技術を提供していた錬金術師たちの集団。あれはあなたたち
クロイスケのことだったんだな。でもそう考えると辻褄が合います。それじゃあキーヤちゃんが眠っていたあのゆりかごというのももちろんクロイスケが教団に提供したものですわ。彼らに信仰対象を与え気持ちよく働いてもらうためにそれじゃあやっぱり DG 教団というのはクロイスケの目的を達するために影から誘導された。ねえ、傀儡というわけです。もっとも彼ら自身にその自覚はなかったでしょうけど、おおよその背景は飲み込めていただけたかしら。ああ、ちなみにこちらのアリオスさんは我が一族とは関係ありませんね。今回私たちの計画に賛同してくださった頼もしい協力者というわけです。アリオスさん、あんた正気か？こんな妄想じみた話に。妄想じみた話か。確かにその点については俺も同意見だ。まあひどいですわね。だが彼らにその力がありこの状況を変えられるならば俺はいくらでもその幻想に付き合うだけだ。たとえエイドスの意志に背くことになったとしてもな。そんな、一体どうして。正直途方もない話ばかりでまだ整理できていないけど、ただこれだけは言える。その妄想にキーヤを巻き込むのは断じて認められない。キーヤ戻ってくるんだ。何をそそのかされたのか知らないけどキーヤはキーヤだろ。そんな辛そうな顔をしてそんな椅子に座ることはないんだ。ライドキーヤさん、あんな風にロイドさんは言ってますけどどうするつもりです。キーヤ、どうしたの。希望、迷うことはねえ。いつもみたいにロイドの胸に飛び込んでこい。それが一番お前にとって安心できるんだろうが。ランディ、そうね、事情はあるのだろうけどそれ以上に大切なことは絶対にないと思います。メリー、ティオン盛り上がってるじゃない。協力関係を結んでいるだけですけど、皆さんもう準備はよろしいのかしら。もちろんだとも。満足してもらえる性能に仕上がっていると思うよ。金の準備もできています。あとはそちらの鍵を回すだけ。彼らが納得するまで待っててもいいんだけど、そろそろ時間切れみたいだよ。何を言っている。何が時間切れだってんだ。決まっている。帝国軍と共和国軍の侵攻だ。せっかくだから実況するとしましょうか。